皆さんこんにちは。今回もスパークスプレイングサッカーの、シャッフルモードをやっていこうと思います。世界中の選手をランダムに選抜して一つだけのチームを作る、どんなチームができるかはね、完全に運指令というそういうモードになっております。はい、日本人多いですね。川端、堂安とでミラーがいますね。でヤヌザイですね、ベルギーの、センターサイドミッドフィルダーと、まあね、川端は毎度のことながらで、これダビド・ルイスですね。はい、ブラジルのセンターバックですね。非常に攻撃にもね、攻撃参加の多い、能力の高い人ですね。で、ブレッシャーのこの人と、アルジェリアの選手ですね。で、はい、これ、ポルトガルの選手ですね。あ、強いですね。これどうしよっかな。あ、使うところか。ダビド・ルイスを開けるわけにもいかないか。非常にね、パス能力高いんで、はい、あ、間違えた。これで、で、この人めっちゃ中央でね、使えそうですね。で、はい、原口元気、酒井ごとく、浅野、三浦玄太と、日本人選手大量に引いてますね。これはいけるんじゃないでしょうか。原口とりあえず入れて、酒井ごとく入るとこはないですね、残念ながら。はい。で、浅野がいますね。浅野どうしよっかな。そうですね、浅野、原口を下げればいいのか。こうですか。はい、はい、原口ね、中央で使えますね。真ん中の真ん中っていう点もありますけど、本当はね、サイドにして、攻撃参加ね、積極的に仕掛けたいんですが、まあ、とりあえずこれで見てみますかね。平均的なフォーメーションで、選手各々の、個人技、個人的なステータスでね、押す感じになると思います。ダメな場合はね、また左右非対称にして、フォーメーションでね、勝ちたいと思います。相手オランダですね。はい、浅野から、堂安律と、で、ミラーに渡しましたね、今。はい。ミラーね、今ちょっとサイドに開いちゃって、出ましたが、中央にね、構えてる方が、攻撃のね、はい、得点確率でだいぶ上がりますね。非常に動き出しの多い選手なんで、はい、相手、デパイがね、要注意ですね。ロッベンもいますが、この、フォーメーションには入ってないですね。はい、ミラーのヘディングで1点ですね。ヘディングは珍しいですね。ミラー非常にね、動き出しとシュート能力に優れた、ストライカーなんで、まさにストライカーという名のストライカーみたいなね、はい。ボールがなぜかミラーの足元に転がってくるという選手ですね。はい、デパイここにいます。危ない。中央に当たりに行かないと。はい、デパイが持った時はね、早めに詰めて、スピードとりあえずね、殺さないと、すぐにね、ぶち抜かれちゃうんで。あ、はい、浅野のシュートですか。浅野がね、ミラーをしっかりサポート、シャドーストライカーとしてですね、できると思いますね。浅野意外と、ディフェンス要素もいいので、はい、堂安に出してシュートと。ああ、すごいですね。ニア抜きました、今。強烈な、堂安の、サイド45、斜め45度のシュートですね。はい、浅野ハイプレスいきます。はい。ね、これ原口がここにいるんで、原口ちょっとね、ドリブルしたいですが、危ない。やばい。あ、超行かれちゃった。はい、シュートまで行かれてますね、ちょっと。これボール取れんのかな？うわぁ。これは点が入るパターンですね。はい、なんとかカットして、ダビド・ルイスに、ヤヌザイと。はい、これはね、ヤヌザイスピードあるんで、これは1点ですね。はい、かわしてシュートで行ってますね。ちょっと危ないですね。もうちょっとドリブルした方が良かったかも。知りません。浅野がハイプレスに行きます。はい、いいですね。でこれね、ミラーが中央にいるんで、わ。はい、3-0 ですね。文句はないです。はい、浅野がハイプレスと。はい、これね、デパイですが、なんとかサイドに、そうですね、弾き出しての、はい、ポルトガルのリカルド・なんとかが、ディフェンスしてくれましたね。
指摘はここね、組み立てたいですね。落ち着いて。はい。ミラーに当てて、ドアンと。わあ、ここ強いですね。はい。ミラーに当てて、ドアンと。浅野がいるんですよね、と。ちょっとね、浅野動き出しないですね、今。シャローストライカーのね、やっぱり動き出しは必要かと思います。はい。これ、ミラーに出してね、はい、1点です。ミラーね、非常に動き出しあるんで、とりあえずね、ボール持った時ミラーを見ればパスコースが見えてくるというね、そういう感じの選手なんで、本当に、やりやすいですね。うん、はい。浅野からミラーと。で、ドアン使いますね。ドアンに出て、ミラーにパスと。はい。今もね、ミラー振り気味ですね。非常にいい動き出しですね。はい。ミラーからシュートで1点ですね。はい。角度ないところでしたけどね。しかも相手剥がしてないのにシュートで1点と。非常にね、技ありのシュートですね。はい。原口、浅野がボール取って、ミラーのロングシュートですが、入らず、わー。はい、これボール取れんのかな？うわ、取れないか。うわー、かわされちゃってますね。はい。はい。浅野から、ミラーに落として、ドアンと。もう一回ね、ドアンで。ちょっとここね、ドアン使いたいです。はい。うまく崩して、ミラーに出して、はい、1点ですね。今ね、真ん中ディフェンダー3人、4人ぐらいいましたけど、ミラーがね、一瞬の動きで振り切って、点が取れますね。はい。はい、これね、ドアン使って、あ、ドアン、うまいですね、今の。あ、ちょっと、パスが長い。ルイスのロングシュートあります。ちょっとダビド・ルイスのミドルシュート見たいですけど、もう終わっちゃいますね。はい。あ。はい、というわけで、6-0 ですね。十分な戦果ですね。オランダちょっとね、ディフェンスに、不注意、不用意なところがありましたね。今回はですね、ミラーセンターフォワード、浅野シャローストライカーと、左ドアン、右アヌザイ。で、センター、真ん中の真ん中に、原口と。でね、ディフェンスの要にダビド・ルイスを配置しましたね。途中ちょっとね、デパイに一回やられたところありましたね。あそこですね、要注意は。はい、非常にスピードあったんで、ダビド・ルイスもね、振り切られ気味でしたね。せめてはね、やっぱりミラーが十分な活躍をしましたね。浅野も、比較的にシャローストライカーとしてね、仕事しましたが、裏に抜けた時にね、ちょっと、裏に抜けたじゃないか。ドアンがね、左でボールを持った時に、もうちょっとね、動き出しが欲しかったかなっていう場面が、ありましたね。はい。それ以外非常に良かったと思います。特にね、朝のディフェンスに、定評もあるので、かなりハイプレスにね、効いてましたね。そんな感じですね。右からちょっと攻めなかった。ヤヌザイは、でも一回あったか。カウンターの時ですか。はい。まあ、ドアンね、主に使ってきましたね。ドアン非常に良かったですね、今回。なんか、使うたびにステータス以上の活躍をしているような、そういうイメージがありますね。本当に、ドリブルもありますし、ボールタッチもあるし、キープもできる感じですか。はい。非常にいいと思いますね。あとは、まあ、原口元気ですね。はい。やっぱり、非常に、ハイプレス、プレス能力高いんでね。真ん中に置くと、とりあえずディフェンスが安定しますね。っていう感じですね。はい。今回はオランダ相手に6対0ということで、内容としても十分だったと思います。それではまた次回、失礼します。